久保さん、金融アスリートってすごいですね <laughs>。まさにアスリートっすね、僕たち。試合、諦めたらそこで試合終了だよ。はい。諦めたら試合終了です。あ、そうそう。車はね、久保さん、あのー、会社経費ね、ありがたいですね。だから僕、Z4 を買おうと思ってるのも、まあ、それもあるんで <laughs>。そう。 申し訳ないですけど、税金払うんだったら <laughs>、車買いたい <laughs>。車に行きますね <laughs>。Z4 はそんな感じですね。うん。あの、今、もくろんでるのは。そう。だからね、やっぱガソリン代とかも全部ね、経費計上できるし、うん。ありがたいですよね。だから、ほんとね、一人社長、一人会社ってめちゃいいと思いますよ。本 <laughs> 当<んと>に <laughs>。ありがたいですよね。うん。 まあ僕はもう、その、領収書の鬼ですから。まあ領収書の鬼ですね。<laughs> どんなものでも領収書とりあえず切るっていうね。とりあえず全部切ってきますね。そう。そう。まあそんな感じで、まあ本当ね、会社はね、やった方がいいですね。本当に。あのー、まあこれは国が認めてくれてるので、いいじゃないですか。<laughs> いい制度ですよねでもこの制度を使うか使わないかもあなた次第ってことですねうーんだけど結局まあ稼げないと結局そのなんだその経費計上するでも稼げてないと計上しても赤赤でお金あれじゃないですかだから相殺していくので結局はだからやっぱ稼ぐ力はないと結局経費計上もクソも稼ぐ金がないとね経費かけるお金もきつくなってくまあ借り入れすればいいですけど うん、やっぱ稼ぐっていうのはもう、まあ、マスターで必要ですよね。で、そうそう、久保さん、僕、あの、まあ、40歳から投資しようと思ってたんですけど、最近ね、PayPay ペペがね、新しい動きをしてきて、そのボーナスを、これね、デフォルトで入れてきたんですよ。まあ、久保さんも知ってるかもしれないですけど、ボーナスがこう、PayPay ペペからボーナス入ってきたときに、それをどうしますかみたいな、設定ができるみたいなね、デフォルトでもう、もういかにも運用しろみたいなね、この伏線を張ってきたわけですよ。 だから、まあ、久保さんもしてると思いますけど、ちょっとペイペイのね、あの、運用を始めようかなと思って、で、それも動画のネタにして、これめっちゃいいんじゃないかなっていう。<laughs> まあ、あペイペイでね、あの、買い物してきて、まあ、入ってきたお金って、まあ、もちろん使え、自分で使うとも使えるんだけど、なんかその、まあ、稼いだお金というよりか、使った分また返ってきてるので、なんか別にこれは運用した方がいいなと思って、しかも今多分、 もうめっちゃ押してるので、だからこれ結構今、機能も入れたんで、ここちょっと熱いなっていう、まあ、もうちょっと沸騰点になってる部分あるかもしれないですけど、まあ、まだね、やっぱ PayPay ペペ怖いっていう人もいるだろうし、その PayPay は使ってるけど、やっぱ運用っていうところですね。だからここ運用を促してるので、これはね、結構、だから、からこの1週間前ぐらいですよね、PayPay 銀行にあった、ここら辺にかましてきたような気がするんですけど。 あ、ちょっと PayPay をね、運用しようかなと思ってますね、今。うん。はい。まあ、それも動画のネタになるなと思うんですけど。そう。どれぐらい増えましたっていうね。なんか、お金が増えましたっていい,い,いじゃないですか。ネタ的に。増えましたこんなに増えましたみたいなね <laughs>。みんな好きなんで。そう。まあ、そんな感じですね。うん。だからまあ、あの、だから要は、とりあえずやってみるってことが大事だと思います。 うん、だから昔やっぱ僕、PayPay ペペの話になるならば、やっぱその、ファミリー、今ファミペイありますけど、ファミリーマートが PayPay ペペを押してた時に、ね、すげえかわいそうだなと思ったのが、あの、バイトですよ。バイトの人がね、PayPay ペペ、今登録すると500円な、500円プレゼントみたいなね、こんな看板、こうやって、外でこう、なんか呼び込みキャッチセールスしてたんですけど、おっちゃんがね、何が PayPay ペペだよ、ふざけんなよ、みたいなね。 ブチギレて、そのバイトの人になんかブチギレてなんか怒ってたっていうね。かわいそうやな、みたいなね。でも本当に、その、もったいないですよね。そのブチギレてたおっさんは、まあ一生、そのペイペイの恩恵は受けられないでしょうね。なんかその、みんなやっぱね、やらないのになんか色々ごたごた言うんですよ。うん。やってみればいいじゃんっていう。で、ぶっちゃけ言うと、やらなくても稼げますからね。 僕なんかそうなんですけど、やらなくてもうんいけるんですよ。まあこれ YouTuber でも今はね、あの全然いるんですけど、こう新製品がね、僕カメラ好きなんで、そのカメラ系をレビューしてる YouTuber の人は何やってるかっていうと、ソニーから新製品が出ましたっていう動画を撮るんですよ。わかります <laughs> で、しかもそれは素材何使ってるかっていうと、あのソニーが発表したそのページを作ってそれを解説するみたいなね。 で俺的にこう思うよみたいな。これすごいないですかこれでアクセス稼いで、これでお金稼いでるんですよ。だけど物ないんですよね。使ってるものはソニーが新製品のカメラを発表したという情報に対して、それを自分なりに見解して話す。ただこれだけです。これが魔法です <laughs>。 どうですか魔法じゃないですか自分、だって新製品でまだ4人も物出てないですよ。出てるのはソニーとかキャノンのホームページ情報。で、そのホームページ情報を、ただ自分の見解をもとにね、ちょっと話してるだけで。で、お金稼いで、アクセス稼いでるっていう。これ魔法じゃないですかすごないですかこんなん新製品出るね、みたいな <laughs>。これね、すごいですよ。 でも、興味ある、僕はカメラに興味あるんで、その人の見解聞きたくて、まあ聞いたりとかね、どうなんだろうって見ちゃうんですけど、でもね、は僕は情報ビジネスの概念を知ってるので、あの、なんだ、ああ、やっぱうまくやってんなっていう。これ、すごないですかもう、自分が新製品出さなくても、世の中に新製品めちゃめちゃ集まってるわけじゃないですか。まあそこに対して情報はあるわけですよね。新製品情報は。 そこに対しても無限在庫ですよね。無限在庫です。無限在庫、在庫じゃないです。無限に集まるニュス製品ですよね。新商品。自分で作らなくても。こういうなんか情報ビジネスのあれを知ってるといいですよね。まあ、やっぱあとね、あと投資ですよね。自分にあの投資していくって、イチロー選手もね、まあ、そのユンケル 1, 1日3000の、ね、あの飲んでね。 自分の体に投資していくっていう。あの、一千八百、一千何百万、ンケ円に買ったっていう。自分の、中ね、言ってたんですけど、なんかオリックス時代を、を自分がどれぐらい稼いだかは、まあ、わかんなかったけど、わかんない、まあ、稼いだことないけど、オリックスで稼いだお金、ほぼないと。ほぼなかったと。なんか全部そういうのに自己投資だったり、いろんなものに使ってきて、でほとんどなかったと。で、自分の資産を築いたのはメジャー行ってからっつってましたね。うん。 だからオリックス時代は全部何かに投資したりとか何かにこう自分の投資にしてたって言ってましたねうん、だすごないですか多分オリックス時代本当に数えたら何十億以上多分余裕で数え、何十億ですよね多分稼いでる金額。それ全部使ってるみたいなんで <laughs> すごいっすよね <laughs> で。あとイチロー選手が言ってたのが、これはま,あまさにそうだなと思うんですけど、動,動けるときに、あのー、なんだ 動けとうーん。まあ当たり前なんですけどね。だから当たり前のことをみんな理解してやってるなと思いますよ。だから僕も動けるうちに動画撮っとこうと思ってるんですよね。だから動画という資産ですよね。動けるうちに。これはあとイチロー選手も言ってましたけど、まあ、動けなくなるなんか誰が見てもわかるだろうと。だから動けるときに動くべきだとで。あと人が休んでいるときに 働くみたいなね。あと、イチロー選手ね、こういうのもあったらしいんですけど、なんかその、なんか、ゴルフ必ず行く日があって、それは何かっていうと、みんながなんか仕事してるとか、みんなが始めた時に俺はゴルフしてるぜ、みたいな。っていう優越感を味わえるために、なんかその、わざと、その日、わざというかその日に必ずゴルフ行くみたいなんですね。だから逆に言うと、みんなが仕事、みんなが休んでる時にめっちゃ練習するみたいな。ね。<laughs> それ良くないですかみたいな。 なんか僕もね、やっぱね、同じ牢、明路の牢を持ってるね、久保哲郎、一郎、吉谷拓郎なんですけど。<laughs> みんなが遊んでる時にやると燃えてくるっていうね。だクリスマスとか年末とかね、みんなね、休んでるんじゃないですか。燃えてきますね。もうクリスマスなんかめっちゃ燃えますね。みんなが浮かれてる時にめっちゃ仕事してるみたいなんで <laughs>。めちゃめちゃ燃えますね。だからこの15年間くらい僕クリスマス休んだことないですし、年末休んだことないですね。 もうひたすら鬼の、鬼の仕事ですね。そこは。もう書き入れ時というか。みんなが浮かれてる時にめちゃめちゃやったるっていう。結構そのマインドセットありますね。逆張りですね。だから結局、まあこれも当たり前のことなんですけど、みんなが遊んでる時ね、自分も遊んでてどうやって差をつけるのって話で無理じゃないですか。できます。みんなが、そ天才だったらわかんないですけど、みんなが遊んでる時こそ10倍とかやったらかなり差をつけられるじゃないですか。 でなおかつ、日々やってて、日々毎日やってるって、なおかつ遊んでるとき10倍やってるとかね、もう動画開いてもそいつに勝てないじゃないですか。だから結構ね、このマインドセットね、めちゃめちゃ僕好きですね。人が休んでるときにめちゃやって、差つけるっていう。なお、逆に燃えますよね。アスリート魂というか。イチロー選手の、あれ良かったですね。イチロー選手、イチローが社長になったらっていう質問。まあ、質問に対してもうバンバン回答してくださるやつたんですけど。 あ,あ、よかったな。うん、まあ、最終的に一郎選手はね、俺向いてねえな、みたいな。<laughs> 社長に向いてねえな、みたいなねお。結局、終わりそれなんですけど。はい。まあ、ということで、タイトルは考えます。いってらっしゃい。